本当またねキャンプで行きたいですね。はい、ということでまあぼちぼち行こうかな。結構ね工事もしてますね。やっぱり土砂崩れとか結構あったのかな。ここはまあちょっと違う橋かなんかの工事だと思いますけど、あ、ここも通ったな前。こんなとこ通ったわ。やっぱりなんか Google マップで見ててもね、なんか飛び地みたいな感じになってて、やっぱりそうだったですね。なんかね、関西のこのスタンプラリーなんで、三重はね、入ってないんですよ。だからこう、ここをさっきちゃんと着とかないと、後がね、また後でここだけのためにぐるっと来ないとダメなんで、まあ行けてよかったです。ただスタンプラリー場が2冊になっちゃったんで、どうなんですかねこれ。切ってはるんじゃダメだから2冊とも送ったらそれで OK なのかな。スタンプラリー場が350円でしたね1冊。どうなんだろう、よくわからんけど。花火とかにはもうちょっとか、もうちょっとかな。はい、ということで、またぼちぼち行こうと思います。でとりあえずね、ある程度走ってきてのこのバイクの方の感想ね、なんですけど、やっぱりね、5、6000回転のところをうまく使ってあげるとね、燃費がすごい伸びてきますね。今、最初走り出して通勤でね、ちょっと使って、40キロくらい走ってたのかな。その時に、まあ、このメーターの表示ですけど、リッター27キロくらいだったんですね。それがもう走ずっと走ってて、まあ、信号も走ってない、信号もない山道なんであれなんですけど、今 30.1 まで上がってきました燃費が。だからあれですね、やっぱり5、6000回転くらい、ちょっとエンジン音がうるさくなったなくらいのところを使いながら走ってあげるのが多分一番いいんでしょうね。そんな感じには思います。やっぱりエンジンガードとかをつける前と比べたら、やっぱりちょっと機敏な動きじゃなくなった感じはします。まあスプロケット変えてるんでね、その兼ね合いもあるんでしょうけど、なんか重たくなったなっていう印象はありますね。まあでもこれそういうのつけたりなんかするバイクなんで、そういう使い方でいいと思うんですけど、あと山道に入ってフォークランプつけながらも走ってます。やっぱり対向車にちょっとでもね、気づいてもらって目立つようにっていうことでね、フォグランプつけながら。で、電圧も見てたんですけど、やっぱり125とは全然違いますね。やっぱり装備品いっぱいつける、つけるっていうか、そういうごちゃごちゃいじりたい人は、やっぱり、2班の方がいいんでしょうね。家具とかどうなのかな。まあこのバイクがそういうなんていうかな、一応まあなんちゃってアドベンチャーだとは思うんですけど、ある程度ね、そういうこういろいろごちゃ、あ、ここあれやな、前来てちょっと休憩したとこやな。ちょっと話が飛び飛びになってますけど、
だから多分バッテリーもね、なんかちょっと容量がね、ちょっと大きめのやつがついてるのかなっていう感じもしたんでね、そういうのもあるかもわかんないです。あと電装関係のこうね、まあ、発電量なんかも、まあ、同じタイプのバイクっていうか同じ排気量のバイクでも、こっちの方がちょっとそこら辺はより強化されてるんじゃないかなという感じはしますけど、14ボルトくらいで安定してるんでね、やっぱ安心できますね。今までこうずっとこうバッテリー問題には悩まされてたんで、 GSX の場合はこれ今何ワットだったかな、ちょっと一応概要欄の方にはつけてる装備全部載せてるんですけど、僕が GSX につけた最初のフォグねをつけてます。だからワット数がねちょっと大きいんですよ。 LED のフォグですけど、で結局 GSX ではこのフォグをつけてて、その時電圧計もつけてなかったのもあるんですけど、バッテリーが空っぽに、普通に走ってるんですよ、走っててもバッテリーが空っぽになっちゃって、ガソリンスタンドで普通に走ってきて止まってガソリン入れて次発進しようと思ったらエンジンかからないみたいなね、そんなことがあって、だけどこのバイクの場合はそんなことは全然ない、ていうかまあもともとね大丈夫だろうと思って、容量っていう大きいっていうか消費電力が大きい方のホグをね、つけました。はい、ああそうですね、ここを前走りましたね。こっからね多分ね道がずっとこんな感じで整備されてると思うんですよ、走りやすく。奈良県十津川村、また奈良県に入りましたね。奈良県の十津川村は広いんでね、山道いいですよね。僕なんかこういうなんか整った道路を走るのは楽なんですけど、結構山道した道路の方が結構好きなんですよね。あんまりそれは当然速度は出せないっていうかね、気ぃつけながらずっと走らないといけないんで結構しんどいんですけど、なんか山に来たなっていうね、感じがあるんで結構好きです。まあ、こんなところはもうねなんか、まあ、これぐらいで景色見ながら行けばいいっていう話なんでしょうけど、はい、ということでまあまあまたぼちぼち行こうと思います。もう30分ぐらいかかるって言ってたんでね、あと多分20分ちょっとぐらいかかるんじゃないかなというふうに思うんで、まあ、ぼちぼち行こうと思います。ではでは。はい、どうも。ずーっとね、川沿いの、道路を、走ってきてます。すごく、まあ、整備された道路でね、気持ちよく、走ってますね。車もね、もうほとんど行けないですね。後ろからも来ることもなく、対向車もほとんどないっていうね。まあ、平日ならでは、なんですけど。綺麗だなぁ。向こうあれキャンプできるのかな？あそこもなんか調べてチェックしてたポイントかもしれないな。まあちょっと遠いですけどね。はい。まあこんな感じでずっと走ってます。まあ、土日だとね、バイクの人結構ね、すれ違ったりするんですけど、手振ったりね、なんかよくお辞儀したりしますけど。まあ、平日なんでそういうのがないのが、まあ、ちょっと寂しいかなっていう感じもね、しますね。本当に淡々と一人で、景色を見ながら、走ってるという感じです。まあ、山あいの中よりもね、こういう、とこ気持ちいいですね。ああ、キャンプいいなぁ。いいなぁ。ああ、羨ましいなぁ。
ね、あ、芝生結構ね、あの河原で芝生が綺麗に貼られてて良さそうなとこでしたね、フリーサイトで。お、道が左ですね、新宮方面。こっからはちょっとあれかな、交通量が増えるのかな。川沿いでこういう道路はいいですね。まあ、さっきあんまりこう整備された道路逆にあんまり好きじゃないって言ってましたけど、川沿いのこういう道はいいですね。山の中のね、トンネルでまっすぐで2車線みたいなところは、まあ、まあ便利でいいんですけどね、早く目的地に行けて。そんなはあんまりですけど、こういう川沿いのところはね、結構気持ちよく走れるからいいですね。川とか海とかね。まあなんでやってんだ、あんまりよそ見は良くないですけど、あの風景ね、ちょっとこうなんていうか、まったりと楽しみながら走れるんでね、いいかなと思いますけど。はい、バックしていくのかな、大丈夫かな、はい、このナビね、意外と使えますね。いい感じですよ。どのくらい耐久性があるのかはちょっとね、それは使い込んでいかないとわからないですけど、今日バイクで使うのは、テストしたりしたのは、あの近くね、ちょっと走ってテストしたりしたのはあったんですけど、まあ、このツーリングで使うのは初めてなんですね。長距離走ってても、やっぱり画面がスマホより見やすいっていうか、大きいしね、見やすいんでいいなと思うんですけど、音声だけがね、なんかさっきもあの T 字路でなんか音鳴ってるなっていう感じはね、ボリューム最大にしてるんで、あのそれはわかるんですけど、やっぱ音声だけね、なんとかしないとダメですね。僕持ってるやつで、今はあの何だったかな、あのなんていうかインカムね、MS-1 Pro ってやつかな、を使って今つけてるんですけど、あのラジオ聞けない方のやつね、をつけてるんですけど、これはあの外部入力 AUX の端子がついてるので、あのこのナビが音声出力あったのかな、ここかな、あ違う、ここじゃない。ちょっとびっくりして入っちゃった。ナビはまだだと思ったんだけど、なんか道の駅っぽかったんで入っちゃいましたね。はい。何の話や。あ、そうそう、ナビね。はい、そんな感じで。だからあの、これ外部出力なかったのかな。だから無理なのかな、ちょっとそこら辺あんまりちょっと見てないですけど、あのまあもしあれだったらね、外部出力から有線でつないでもいいかなと思ってたんで、あ、多分ついてんのかな、そう思ってあれしたんでね。ただコードがね、邪魔になるような気もするんですよね。今あのこれあのオズマクションで撮ってるんですけど、あのバッテリーでだけで行こうかなと思ったんですけど、一応念のために有線でね、この赤いコードです、赤いコード、あの一応電源供給しながらあのやってます。まああの今日はね、あのずっと分回して撮ってるんじゃなくて、ポイントポイントでちょっと撮るような感じにしてるんですけど、あんまりやるとまた発熱の問題とかがあるんでね、多分 4K60 フレームで撮っててもバイクでずっと走っていれば多分大丈夫だと思うんですけどね、熱
問題は、ずっと止まったっていうか、風が当たらないっていうか、そんな状況で撮ってたら、1時間も持たないかな。まあ、状況にもよりますけど、冬場とかでもね、なんか気づいたら勝手に止まってるみたいなね、ことになるので、安心できないんですよね。なんか、撮ってても大丈夫かなって常に心配しないといけないんでね。まあ、4K60 で撮るなっていう話なんですけどね、もう1080でいいじゃないっていう、話もあるんですけど、まあ、撮るんだったら、やっぱりね、今なんか、テレビとかでも YouTube 見れるんで、まあ、そんなとこで見てたら、やっぱり映像の粗さがね、結構目立ちますよね。4K60 やっぱり綺麗ですもんね。はい。まあ、そんな感じです。とりあえず、まあ、あとちょっとだとは思うんですけど、まあ、川の景色綺麗だなぁと思いながら、久々の信号だな。青になった。はい。リッターが 30.8 まで伸びてますね。すごいな。前の、またちょっと話しちゃいますけど、GSX の S125 なんですけど、今回みたいな、今回とほぼ同じですよね。ドローン飛ばしに来た時に、コース通ってるんですけど、やっぱりね、30くらいなんですよ。どうしても山道上り下りがあって、上りの時にね、こう回転数上げておかないと、こうパワーっていうかトルクがないんでね、低回転の。で、コーナー曲がる時も、どっちかというと回転数上げた状態でちょっとクラッチを切ってギア落として回転数上げたまんま繋いでいかないと、次立ち上がりがね、なんか、パワーないんですよ。だから回転数上げながらずっと走ってるような、エンジン音ずっとうるさいみたいなね、感じの走り方になってたんですけど、まあ、逆にそんな走り方してて、リッター30くらいって、まあいい方なのかなとも思わなくはないですけどね。で、これに乗り換えたのが、やっぱりまあ、ネットで聞いたら、だいたいリッター30くらい行くっていう。もうちょっとですね。0.5 キロ。ね。リッター30くらいを走るってね、書いてたんで、みんなね。だから、それだったらもう、いいんじゃないかなと思ってね、今回、思い切って、こっちに乗り換えたという次第なんですけどね。これかな？なんかさっきの方が、これや。さっきのなんか間違えて立ち寄ったところが道の駅してましたよね。道の駅っぽかったけど。はい。まあ、ちょっと入ろうと思います。よいしょ。これはどこに行けばいいのかな？ここでいいのかな？よいしょ。慰霊碑。あ、水害。こんなとこまで水害、そんなん来てんのかな？はいはい。まあ余談ですね。ちょっと見に行こうと思います。はい、どうも。そしたらね、とりあえずハンコを押しに行こうと思います。これね、ここね、世界遺産で、さっき言ってたね、この慰霊碑、水害ね、紀伊半島大水害、これだから大雨でっていうことだと思うんですけど、あの高さまで、あの棒の高さまで水が行ったみたいですね。すごいですね。そこまで行くんですね。今の穏やかな川はあんな感じですからね。それから比べるとすごいですね。あんな感じで。ね。それはやっぱある程度ダムもいりますよね。よし、とりあえずちょっと、これ押してくるのと、あとちょっとご飯買っていこうかなと思います。はい。バーベキューも禁止ね。新宮市ですね。
はい。まあ、新宮って言っても海沿いまではまだ結構ねあると思います。多分観光案内所、あ、ここかな、ここっぽいかな。あ、たたたた、これでしょ、これこれこれね。ちょっとご飯買いに行こうと思います。母ちゃんの店って書いてますね。慣れ寿司、あ、よいしょ、あ、こんにちは、こんにちは。あ、このめはり寿司いうのも、あれ寿司、めはり寿司も買おうと思います。はい、ね、もう天気もいいんで外で食べようと思います。おこわとめはり寿司っていうのをね、買ってきました。あの、このめはり寿司っていうのはなんかここら辺の名産特産品みたいで、あの高菜の葉っぱかなかなんかでね、あの、なんていうか巻いてるみたいですね。これちょっと食べようと思います。ではでは、はい、どうも、美味しくいただきました。めはり寿司と、おこわね、食べましたけど、めはり寿司ね、あの、なんていうか高菜の葉っぱで巻いてるんですけど、高菜の葉っぱがね結構繊維質が強くて、ちょっと食べにくかったですね、僕はね。高菜は切ってある方が好きですね。はい、めはり寿司ね。ただ普通に手づかみで掴むんだったら、まあやっぱり食べやすいとは思いますけど、うんね、おこわは普通に美味しかったです。な、地元の食材使ってるおこわね。はい、ということでごちそうさまでした。はい、今ここですね、ここまで来ました。見えてるかなね。次奥熊野古道本宮っていうところに向かって行こうと思います。途中にね、熊野大社、熊野本宮大社かな、ちょっとねせっかくなんでその神社があるんで、そこ寄ってちょっとお参りでもして行こうかなと思ってます。はい、で、とりあえず熊の次の目的地に、セットしますね。現在地、あ、メニューでいいかな、メニューで登録地。まあこれはもう事前に登録してるんで、ね、僕ね、奥熊野古道本宮、これか。で、目的地。そう、事前に登録だけしてたんですよ、場所だけね。案内開始。いちいちその場所で調べるのめんどくさいなと思ってね。はい。よいしょ。じゃあ行こうと思います。今日のルート、目的のルートで行くとね、ここが一番南ですね。ここからまた来たルートをちょっと引き返すような感じ、のルートになります。ちょっとね暑くなってきたな。今一枚脱げばよかったかな。
朝はね寒かったんですよ。グローブもウィンターグローブなんですけど、これでもね寒かったんですよ。今はねもうねちょっとグローブなんか汗ばんでるんでね、一応サマーグローブも持ってきたんで、そっちに変えようかなと思ったんですけど、まあとりあえず、まあ、いいかと思って、そのままにしました。僕はもういつもね、あれですよ、通勤に使ってる、防寒着ね、ワークマンのやつ、それを上下着て、これ便利なんですね。防水、一応防水だから雨の日も使えるし、で防寒もできるし、便利なんですよ。でその中にさらにね、下はねダウンパンツ、上はユニクロのウルトラライトダウンをね、着てます。今ちょっと暑かったんでね、上の胸元ちょっと、開けて、走ってますけど、まだウルトラライトダウン着てる状態ですね。ちょっと暑いです。走るとねどうなのかな、走るとねまあいい感じで、まあほどほど気持ちいい感じになるんですけどね、着といた方がいいのかな、やっぱり。ちょっと迷いますね。脱ぐとまたね着るのめんどくさいんでね、ちょっとね、はい、まあそんな感じですね。気持ちいいですね、天気が良くて。バイクも新しいし、やっぱこの風防が効いてるかな。これねちょっと高さも上げてるんですよ、もともとのやつもね、今回買ったステーで。でさらにこれつけてるんでね、ヘルメットにも風当たってないですよね、ほとんど。まあ、運転しててすごい楽ですよね。まあ当分まっすぐで、どっかで左にね多分曲がっていくと思うんですよね。地図で言うと、北向きの地図で言うと、ちょっとね右の方からぐーっとこう山回ってきて、次左回りでこうね上がっていく感じで、で熊野その本宮大社、かなんかで、まあちょっとまあついでって言ったらちょっとあれですけど、一応お参りして、那智の滝があるとことはまた別なんですよね。あそこにもなんかお参りするところ多分あると思うんですけど、なんか3つくらいあるんですよね、この熊野の。それ本当はなんか3つ回ったら御利益あるみたいな、一番御利益あるみたいな感じのやつだと思うんですけど、今回はそこまで時間もないし、那智の滝は結構海沿いまで行かないとダメなんで、今日はもうちょっと遠慮して、また違う機会でね、行けたら行こうと思います。こっちの方は多分ねキャンプとかでも、また来ると思うんで、はい、ということで、でできればね十津川のあたりで、まあ用意は持ってきたんですけどね、できれば時間があればちょっと温泉で一風呂浴びて帰ろうかなと思ってます。コロナとかでなんかね言ってるんですけど、一応日帰りで入れるお風呂をね調べて電話とかもしてみたら空いてるみたいなんで、人数制限とかしながら営業してるみたいですね。なんかそういう風な感じで書いてたんで、まあ入れたらちょっと入って帰ろうかなと思ってます。まあ十津川でお風呂入ったって、そこからまた結構走るんですけどね、なんとなく気分的にちょっとせっかくなんでちょっと温泉くらい入りたいなと思っております。はい、まあ、ちょっとねまだ寒いっていうか
寒暖の差が激しくて、こう朝出てきた装備と昼からの装備でちょっとねえ、あの悩ましいところがあるんで、まあ、僕の場合トップボックスついてるから、その中にね脱いだやつを掘り込めばいいんですけど、まあちょっとめんどくさいですよね、着替えたりするのがね。これまた今川沿いで結構引いてってますけど、またこれ山へ入ってったらね、多分日陰ばっかりで寒くなったりもするかもしれないし。っていう感じですね、とりあえずね。バイクの方は本当に快調、特にこの V ストロームもなんかね、見てたら、もしかしたら発売されてすぐくらいの時は結構トラブルがあったのかな。僕の GSX もそうですけど、Nストロー症状がね、ずっとあって困ってたんでね、たまたま引いた球が悪かったなっていうだけかもしれないけど、この V ストロームもそら悪いっていうか、悪い噂っていうか書き込みみたいなの見てたら、結構ね、Nストローとかいきなり止まって FI ついたとかね、なんかそんなんもあったんで若干心配してたんですけど、めちゃめちゃ鈴木が好きっていうわけでもないんですけどね、どっちかというとホンダ乗ってた方ですから、まあ鈴木がめちゃめちゃ好きっていうわけじゃないですけど、 V ストロームについては形も結構好きだったのと、色はね、黄色にしようかなとも思ってたんで、黄色結構好きだったんですけど、結構乗ってる人がおるし、まあ、年も年っていうか、年齢も年齢だし、もう、ちょっと落ち着いた色がいいかなと思ってね。で、今年っていうか、このモデル、向こうが来ましたね。今はまっすぐですね。だからこう左にそれていく感じですね、多分ね。はい、すみません。そんなんでね、とりあえずシルバーと黒のやつ、新しい色のやつ、があったんで、そっちにしました。まあ、ちなみにこの銀色と黒のやつは店にあったんでね、在庫が。もうすぐある程度早く納車できるっていうのもポイントになってね、こっちに決めました。若干黄色にはね、ちょっとなんていうか後ろ髪引かれながらっていう感じのところもあるんですけど、やっぱ黄色かっこいいですよね。でもシルバーと黒もね、本当にね、迷って最後こっちにして、真っ黒っていうのはなかったんかな。もうなんか初期モデルっていうか最初らへんのモデルには黒の設定があったけども、ないって言われて、だからシルバーと黒にしようと思ってね、これになりましたね。はい。でとりあえず到着が12時過ぎぐらいになってて、今が42分、まあそんなに距離は走らないとは思うんですけど、まあ、また近づいたらね、撮っていこうと思います。ではでは。はい、そろそろね、その熊野本宮大社、の近くになってきたと思うんですけどね。もうあんまり来たことがないんで、ここの道は通ったことないですね。あそこかな、なんか上に看板が出てますけどね、あれかな、あれだあれだ、ちょっと寄ろうと思います。これ車どこ止めたらいいんかな、ここ曲がったらいいんかな、無料駐車場って書いてるけど、あ、これかな、ここかな、
車と同じとこ止めていいんかな。ここでいいんだろうな。はい、じゃあとりあえずちょっとお参りに行こうと思います。はい、どうも、一応駐車場止めて来ましたけど、とりあえずね、あっちが本殿っていうの、なんで、そっちの方向かって、なんかあの大きなね鳥居みたいなのがあって、ここを参ってからそっちも行かないとダメってね。ちょっと時間的にどうなのかな。今12時です。まあ行けたら行こうと思います。ではでは。はい、ここも階段上がったらすぐなのかな。結構きつい、なんかまだありそうな感じもしますけど。158段、結構きついですね。てかこれバイクで来て、あのやっぱ服装がしんどいですね。ちょっと頑張って登ります。本当ここで口を進むんでしょうけど、コロナの晴れで閉じてますね。しんどいな。マスクしながら上がるのがしんどいですね。来ましたね。ここは多分撮影してもいいんかな。やめときましょう。はい、ではでは。はい、どうも、今ねお参りしてきました。あのお守りみたいな、こうなんていうかやつも買ってきましたけど、向こうのね鳥居に行かないとダメなんですけど、どうしようかな。もうそのまま帰ろうかなとも思いますけど、はい、ちょっと考えます。ではでは。はい、とりあえずねもう鳥居の方まではちょっと行かずに、帰ってきました。あの暑すぎる、もうね汗だくになっちゃってね。よいしょ。とりあえずまあお風呂もね戸塚の方でできれば入りたいっていうことで、もう鳥居は諦めました。なんか向こうの方に見えるの、ちょっと見えないか、なんか鳥居も行った方がいいみたいな感じで書いてましたけどね、案内も。とりあえずせっかく来ましたけど、今日はもう諦めて行こうと思います。暑い。